どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが、 6月4日日曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日、マリーンズと戦いましたが、結果2対0の完封勝利ということで、いや、ほんと試合終了後にね、えー、この動画撮影していますが、震え止まりません。佐伯投手、えぐいですね。まあ、佐々木投手との投げ合い、まあ、日本最強レベルのピッチャーですから、そう簡単には打てない、そして勝てないピッチャーではあるんですけれども、佐々木投手に今シーズン初黒星をつけたのがタイガース。まあ、あ究極の歩いて前打線がね、炸裂したんじゃないかなということで ということで、今日の1勝まあ、1勝以上のねまあ、価値があるんじゃないかなということで深掘りしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では、早速お話をしていきますが、まずは佐伯投手の立ち上がりから見ていきましょう。一軍最小覚悟2連勝と波に乗る。佐伯投手。そんな佐伯投手は佐々木投手との投げ合いについて、まっすぐとフォークというスタイルは似ている。劣らないピッチングをしたい。球速速いっす。すごい。ピッチャー投げられるのは楽しみと再起投手らしい。コメントで投手を燃やしていました。さあ、そういった中でまず初回の立ち上がり先頭ルーキーともす選手をストレートで押し込んでレフトフライ。 2 2 2で打ち取って2番岡選手も2球ストレートでセンターーフライストレートレでガンガン押していって3番中村選手も2球目のストレートでセンターフライということでいいじゃないですか VS 佐々木投手の初回でオールストレート三者凡退佐伯投手の気持ちを感じるスタートですよねで続く2回なんですが先頭4番ポランコ選手完全に打ち取った打球ではありましたがピッチャー内野安打 初めてランナー背負いますが、佐伯投手は一歩も引きません。続く5番、安田選手は初球ストレートでショートライナー。さらに6番、山口選手も初球ストレートでサードフライ。そして7番、平沢選手も2球目のストレートを打ち上げてセカンドフライということで、明らかにマリーンズ打線はストレート狙い。なおかつ浅いカウントからガンガン仕掛けてきます。おそらく3球で終わってもいいぐらいの指示が出てるんじゃないかなと。やっぱり球数制限がある佐々木投手が投げてる間にリードを奪いたいという考えもあるんじゃないかなというふうに予想しました。ただその積極スイングを再伯投手のストレートが上回る。で、3回の再起投手も力を込めながらも エネ投球まずは先頭8番佐藤選手はカーブを打たせてサードフライここでしっかり緩急をつけてきますそして9番佐々木投手との対決はオールストレートで空振り三振打者一巡を準完全という形で抑えて1番友杉選手はフォークで空振り三振いや佐伯投手も負けていませんよストレートとフォークのコンビネーションに加え緩いカーブも見せていますからそう簡単には絞らせないぞと梅野選手の意図も感じましたが序盤3イニングを24球完璧なペースで立ち上がるでここで一旦打線の方を見ていきますがまずはスタメンです 3番レフトノイジー選手4番ファースト大山選手。 5番サード佐藤選手6番ライト森下選手7番キャッチャー梅野選手8番ショート木南選手9番ピッチャー佐伯投手というスタメン注目だったのはショートがどうなるか昨日さよならだを放った小畑選手の起用も考えられましたが木南選手も最終打席で1本出しましたからね木南選手が踏ん張り続けることができるかは重要ポイントそしてキャッチャーは梅野選手タイガースは佐々木投手と3年連続の対決だいたい90球前後の投球になるんじゃないかという前情報もある中でただ打つだけじゃなくいかに粘っていけるかも注目ポイントそう簡単に打てるピッチャーじゃないことは折り込み済みですからねその この中でどういう対応を見せてくれるか。まず初回、近本選手はフォークで空振り三振。最後のボールはインコースのフォークだったんですが、映像で見てても一瞬、あ、インコースにストレート来た。いや、フォークかって感じでしたもん。これ打席ならより一層ストレートに感じるでしょうし、あの高さから落ちたら打てんなという一球でした。そして中野選手は目の前でフォークを見てますし、追い込まれたら警戒する。で、その中で最後はストレートで見逃す三振。まあ、インローにストレート163キロ。これギア上げましたね。そしてノイジー選手は初球、ストレートを打つもショートゴールで三者凡退というスタート。で、続く2回は大山選手からの攻撃。 ですが大山選手は小所ー、まあ、今岡コーチも話していましたが仕掛けないことも大事だと1イニング2本のヒットはなかなか望めないだからこそ球数を投げさせる攻撃がしたいとただそうは言ってもなかなかフォークにバットが止まらない佐藤選手はカウントツーボールツーストライクからフォークで空振り三振そして森下選手も追い込まれますがフルカウントから抜けてきた162キロのストレートスイングかけに行った中で抜けてきましたからね避けきれずに手首に直撃まあすごい音が鳴りましたし何の腫れもないことはありません絶対に痛いですですがすぐに立ち上がって一塁へ森下選手も今が大きなチャンスですからね ナイスガッツです今日初めてタイガースはランナー出しますが続く梅の選手が空振り三振で無得点そして3回は8番木浪選手からですがその木浪選手はファーストゴロ佐伯投手見逃し三振さあでタイガース打線も2巡目に突入しますがここは今シーズンの近本選手の進行調発揮フルカウントまで持っていってフォアボールで出塁2イニング連続四死球でランナー出しますが中野選手がショートゴロに倒れて無得点序盤3イニング佐々木投手からヒットを打つことはできませんでしたが3回で44球まあ通常ペースかなという感じではあるものの決して雑には攻めずある程度球数を投げさせる になりましたさあで試合は中盤戦に突入佐々木投手と互角いやそれ以上なんじゃないかという投球を見せてくれてる佐々木投手この回は2番からの打順ですがまずは先頭岡選手から見逃し三振これで前のイニングから3者連続三振です今日はフォークよりもうまくスライダーでカウントを取れてる印象それがきっちりコースに決まってるんでマリーンズ打線もなかなか絞りきれないうまくバッテリーで散らしながら攻めていき3番中村選手はストレートでショートゴロそして4番ポランコ選手には粘られますが最後はギアを上げてインロをまっすぐ150キロのストレートで見逃し三振佐々木投手に引けを取らない脱三 安心能力を見せてくれますさあその中でなんとか再起投手を援護したい4回の攻撃この回はクリーンナップからの攻撃ですが先頭ノイジー選手は高めのストレートで詰まらされてセカンドゴロもう序盤3インニングの平均球速が159キロですからね当たり前のように160キロがバンバン来ますからやはりそう簡単には打てませんただその中でじっくり攻めていく続く大山選手がフルカウントまで持っていってフォアボールで出塁もうこのレベルのピッチャーの対決になればどんな形でも塁に出たいですからで続く佐藤選手の打席でワイルドピッチ今日の試合初めてランナーが得点圏に進みますさあまさあまさにワンチャンスというところ 続く佐藤選手もフォアボールで繋いでこれで今日4つ目佐々木投手が今シーズン最もフォアボールを与えたのが今日の試合になりますさあで打席には森下選手でしたが空振り三振そして梅野選手は見逃す三振でも得点いやなかなか一本出ませんねただ4回終了時点で70球じわじわ佐々木投手に球数を投げさせるさあこのようにタフな展開になっていますが5回の佐伯投手まずは先頭安田選手をフォークで空振り三振やっぱりスライダーでカウントを取れてる分そっちもケアしなくちゃいけませんからねそれによってフォークがよりきてきますそして6番山口選手もフォークで空振り三振 絶対投げ負けないという強い意志を感じますよね。さらに7番平沢選手もホークで空振り三振虎が誇るドクター k 一本も引きません。ただ、そのラのタイガース8番木南選手9番佐伯投手近本選手。この回はわずか8球で抑えられ、試合は終盤戦に入ります。いや、もうこれは間違いなく投手戦でしょう。まあ、投手戦っていう言葉ってなかなか難しいじゃないですか。ただ単にお互いゼロで抑えてるのが投手戦じゃなく、これはなかなか打てんな。と何がきっかけで点が入るのかなと思わされるのが投手戦かなと。個人的に思ってて、今日はまさにそんな展開。5回終了時点でまだ1時間ちょっとこれも。 の良さをを物語っていまますすががこのの回ははは8番佐佐佐藤藤藤選選選手手手から、ま、ずは先頭そカカーーブブででラライイトフライ佐藤選手は2出す連続カーブが結果球ですねうまく打ち気をそらして佐々木投手はアウトローのまっすぐで見逃す三振2巡目終了時点で61球8奪三振内容もペースも完璧でここから3巡目に入りますが1番友杉選手をセカンドゴールで無失点回答を続けますさあでタイガース打線も3巡目に入ってる6回なんとかまずは1本出したいところその中で先頭中野選手がフルカウントまで持っていって最後はフォークを見極めてフォアボールまだヒットは出ませんが今日チーム全体で5つ目です 球数を投げさせてる中で奪ってますから、価値ありますよ。で、そろそろこのフォアボールを得点に結びつけたいクリーンナップの攻撃。ここで岡田監督が仕掛けます。おそらくフォークが来ると読みましたかね。中野選手が今シーズン6つ目の盗塁でチャンス拡大。さあ、あとは1本というところまで作るんですが、ノイジー選手空振り三振。なんとか前に飛ばして進めたいところでしたけどね。ランナー三塁まで行けばワイルドピッチもあるしなと思っていたところで、ワンアウトからワイルドピッチ発生。中野選手が三塁まで行きます。これが大きかった。そして一振り、4番大山祐介。浮いてきたフォークを捉えて、ライトへの先制 今日チーム初ヒットが均衡を破る一打になりましたいや4番ですねあっぱれすぎますあそこまで浮くフォークは僕の記憶にある限り今日1球もなかったと思いますただワイルドピッチの後だった分もう叩きつけられないという気持ちが働いたかなとそれを逃さなかった大山選手さすがです後続は倒れますがみんなでつなましたこれぞ究極の歩いて前打線でしょう6回で1安打しか打てませんでしたでも102球投げさせて5死球全てがつながってこの1点があるこの回で佐々木投手は降板まさに一致団結で先制点をもぎ取りましたさあで先制点もらった今日初めてリードしてる状況でのピッチング回 回は2番岡選手からの打順ですがやはり力みも出ましたかねフルカウントから今日初めてのフォアボールを与えてしまいノーアウトランナー一塁ですがここ一番で出ます3番中村選手の打球はショートゴロ643のダブルプレーいやでかいでかすぎます打たせたのはカーブ佐伯投手はこのカーブをシーズン前から大事にしてきました基本的に佐伯投手のボールは全部速いですからこのカーブを投げれることによって大体30キロ近い緩急が生まれるこのボールは大きな武器になるんですよで佐伯投手が一度抹消されたときこのボールで全然ストライクを取れなかったんですねただ今日はほとんどストライクこれがポイントでした 4番ポランコ選手はファーストゴロに抑えて無失点結果3人で抑えますさあそしてその裏です先頭梅野選手がやってくれましたまさに完璧な一人内に入ってきたストレートを完璧に捉えて打球はレフトスタンドへ 今シーズン115打席目で、念願の一発、ここまで出ました。いや、大きい。梅野選手も5月、徐々に状態上げてきた中で、この一発、チームにとっても、そして梅野選手にとっても大きな一発になりました。そういった中で、再起投手は8回も行きます。梅野選手に一発が出て、ここまで踏ん張ってきたことも含め、バッテリーで勝ち切りたい試合。そういった中で先頭、安田選手はフォーク打たせてセカンドゴロ。中野選手もさすがの守備範囲を見せて先頭を切って、続く6番、山口選手は初球のカーブを打たせてファーストファルフライ。やはりカーブが今日威力抜群。梅の選手が要求するタイミングもいいなと、もうマリンズ打線も点を取らない。 とやばい。こうなってる中で打ち気をそらしてますから佐伯投手を引っ張り続け7番平沢選手はストレートで空振り三振今日9つ目ですよまさに虎が誇るドクター系さあ8回終了時点で84球9回のマウンドに上がります今日は佐伯宏斗の日ですブルペンは誰も準備していません佐々木投手に投げ勝ってさらに自信をつけてくれ佐伯宏斗先頭佐藤選手から空振り三振奪い2桁奪三振を達成甲子園のマウンド仁王立ちそこから代打角中選手高めの150キロストレートで空振り三振今日1 1個目ただ2アウトから連打を浴びて2アウトランナー2塁3塁1打同 というピンチを迎えましたが最後、中村選手はフォークで空振り三振ということで、今日の再起投手、9回101球、バッター30人に対して、許したヒットはわずか3本、奪った三振12個で、与えとフォアボールわずか1つ、完封勝利です。9連戦の2戦目、明日はナイター、そこから仙台、札幌とかなりハードスケジュール、その中で1人で投げてくれた、ただの1勝ではありません。再起投手にとっても、そして交流戦乗っていきたいチームにとっても大きな一日、再起投手プロ初完封、佐々木投手に今シーズン初黒星をつけ、連敗を取り戻す、見事な連勝成功です。い で、今回の動画では、本日6月の4日に行われたマリーンズとの2回戦についてご紹介されていただきました。結果は2対0。佐伯投手が令和の怪物、佐々木投手に投げ勝ちました。3安打12奪三振、圧巻の完封で4勝目。佐伯投手、素晴らしいピッチングです。そして打線に関しても、なかなかね、1本出すことはできませんでしたが、みんなで繋いで奪った1点。大山選手、さすがのタイムリーですし、梅野選手の一発も非常に大きかった。まさにみんなで繋いだ連勝。今日の1勝、めちゃくちゃ大きいです。で、そういった中で明日の先発は、桐敷投手。切、ま、桐、あ、敷投手は前回登板、今シーズン初勝利。 そししししてててロ初勝利を挙げげままたがが明日はのの先輩小島投手との投投手手合いいいですギリシキ投手が一体どうううピッチングを見せてくれるか注目していきましょう皆さんは今日の試合どのように感じましたでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報客、チャンネル登録者4万3200人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せチャンネル登録者4万4000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホーありがとうございましたまさに佐木ヒと堂々のピッチング佐々木投手に投げ勝ちました明日の試合もどういう展開待ってるか注目していきましょうではまた